HKT48 の人気メンバー、宮脇さくら、23、が19日、マリンメッセ福岡で卒業コンサートを行った。観客4000人の桜色のペンライトが揺れる中、宮脇は何度も泣いた。アイドルになれたから、誰かの小さな元気の源になれた。世界41カ国に配信された中、2年半、活動した日韓グループ、アイズ、ワン、アイズワンの夢を見ている間など、全30曲を届けた。卒業生の指原莉乃、28、も駆けつけ、また同じステージに立てて嬉しいと感極まった。11年7月に1期生として加入。当時は、序列が4から5番手と振り返るが、目標を口に出すことを心情に頭角を表していった。14年の選抜総選挙では、ライバルはさっしー、指原といい、18年の成人式で、自身らを黄金世代と豪語。アイズワンでも、猛特訓した韓国語で世界にアピールした。有言実行を重ねる姿を、ファンは、プロと呼んだ。HKT 復帰直後の5月29日のライブでは2曲で、息切れしたが、この日は完走。涙声でメンバーに演出を指摘するなど、プロは健在だった。今後は韓国での経験を生かして世界規模の活動を見据える。みんながいたからまた違う夢へと旅立てます。デビューから12センチ伸びた身長同様、10年間で宮脇の可能性は無限に広がった。